は、花井です。さあ今日はですね、また竹馬でございます。以前一回やってみた竹馬に乗ってアーチェリーができるのかという企画をですね、一旦保留にしておりましたが、今日再挑戦したいと思います。でですね、まず前回の反省として、まずは多分竹馬に乗ってからちょっとあたふたしすぎて、落ち着きがなさすぎて、多分弓を引くどころじゃなかったというのが正直なというのもあります。でその上でちょっとですね、今回は弓を変えます。自分の普通の競技で使ってる弓よりもっと軽い練習用の弓にしたいと思います。ちょっと多分ここが一番ね、多分竹馬のした状態で軽くでも引けるものを使う方がいいのかなと思ってですね、まあ適材適所というかですね、TPO に合わせて弓を使い分けるということで、ちょっとこの子で行ってみたいと思います。まあ、まず前回同様ですね、竹馬の、まあ、持ってる内側に弓を一緒に持つような形にします。で矢をセットしておきます。今ので良しとしてもらえますかね。じゃあ今のはね、この特大サイズの的とはいえ一応10点に入ったんで、
いいんじゃないでしょうか。というわけで竹馬に乗ってアーチェルをやってみた結果、なんとか打てるという結論になりました。ちょっとねこれ以上突き詰めようという気は今のところないんですが、やっぱ打った後もちゃんと竹馬にね乗り続けられてるともっと良かったのかなと思ったりするので、もしかしたら万が一気が向いたらまたやるかもしれませんが、一旦これで、ちょっとやってみたかったことやれたということで、はい、満足して終わろうと思います。では